イス。どうも、マルプーノラテです。いつも動画をご視聴いただき、ありがとうございます。早速ですが、今回の本題に入っていきましょう。愛犬の睡眠環境は、健康や精神面に大きな影響を与えます。特に、マルプーのような小型犬は体がデリケートであり、安心して熟睡できる場所が必要です。ケージで寝る犬もいれば、ソファーやベッドで寝る犬もいますが、最も重要なのはその場所が犬にとって安全かつ快適であることです。犬がしっかりと休むことができる環境を整えることは、長期的にはその健康を維持する上で欠かせない要素となります。今回はマルプーが安心して眠れる最適な環境と睡眠に必要な時間について徹底解説します。マルプーにとって最適な睡眠環境を知りたい、マルプーに必要な睡眠時間を知りたいという人は、ぜひ最後までご視聴くださいませ。マルプーの寝る場所はどんなところが最適？マルプーにとって理想的な寝る場所を見つけるためには、その犬種の特性と習性を理解することが重要です。基本的に犬は暗くて狭いところが好き。マルプーも他の犬種と同様、もともとは巣穴で生活していたため、狭くて薄暗い場所に安心感を覚えます。したがって、最も適した寝床はクレートとされる囲いのあるハウスが良い選択です。クレートは光が入りにくく、マルプーに巣穴のような安心感を与えてくれます。ただし、サイズは成長に合わせて調整する必要があり、マルプーがクレート内で一周回れるくらいの広さが最適です。一方で、ケージタイプの寝床は光が入りやすく、水皿やトイレが一緒になっている場合が多いです。このような環境では、巣穴のような安心感は得にくいため、大きめのタオルや段ボールで覆って暗くする、またはクレートを中に置くなどの工夫が必要です。トイレと寝床は別々が理想。マルプーは綺麗好きで、寝床とトイレを一緒にすることを好まない犬種です。これは巣穴生活から来る習性で、寝床を汚すと衛生状態が悪くなると認識しています。そのため、トイレのしつけが一定程度完了している場合、トイレと寝床は別々に配置すると、マルプーはより快適に過ごせます。場所の選び方。寝床を選ぶ際のポイントとしては、人の行き来が少なく、音や光の影響を受けにくい場所が理想です。廊下や扉の近く、テレビのそばなどは避けた方が良いでしょう。またリビングや飼い主の部屋など、マルプーが飼い主の気配を感じられる場所で、同時に外の音や光が少ない場所が最適です。マルプーの1日の平均睡眠時間。マルプーも人間と同様に、年齢や生活環境によって睡眠時間が変わってきます。子犬のマルプーの平均睡眠時間。子犬の時期のマルプーは、成犬と比べて睡眠時間が格段に長いです。最低でも18時間以上の睡眠が必要とされており、その時間が確保されないと心身の成長に影響を及ぼす可能性があります。ここでも寝る子は育つの言葉が当てはまります。可愛さにつられて構えすぎると、必要な睡眠時間が削られてしまう可能性があるため、注意が必要です。成犬のマルプーの平均睡眠時間。成犬のマルプーにおいて、1日の平均睡眠時間は約12時間とされています。これは人よりも長い時間ですが、犬種や個体、そして生活環境によって多少の違いが出ることがあります。特にマルプーは深い睡眠よりも浅い睡眠を多くとる傾向があるため、すぐに起きてしまうと心配する必要はありません。トータルで睡眠時間が確保されていれば、心身の健康に問題はないでしょう。シニアのマルプーの平均睡眠時間。年を取ると、マルプーも体力が落ちて睡眠時間が長くなる傾向にあります。特に健康状態によっては、食事や排泄以外の時間はほとんど眠って過ごす場合もあるでしょう。ただし、長時間の睡眠が体力の低下や老化を加速させる危険もあります。健康状態が許す限り、外での散歩やペット用のバギーでのお出かけが良い刺激となり、元気な状態を保つ助けとなりますよ。マルプーは飼い主と一緒に寝ても大丈夫？マルプーと飼い主が一緒に寝ることには問題がないとされています。特に一緒
に寝ることで安心感や幸せを感じるケースも多いです。しかし様々な注意点も考慮する必要があります。しつけの重要性。一緒に寝るためにはしつけが必要です。ベッドから降りるタイミングは飼い主の指示に従わせるように訓練し、時折クレートや別の場所で寝かせる練習も重要です。マルプーが飼い主に依存してしまい離れられなくなるリスクを避けるためです。災害時や旅行など特別な状況下で飼い主と離れざるを得ないケースもあります。宿泊先で一緒に寝ることが許されない場合もありますので、いろいろな環境で寝られるように訓練しておくと安心です。睡眠の質への影響。さらに一緒に寝ることで飼い主が熟睡できなくなる可能性もあります。同様にマルプーが圧迫されたりベッドから落ちたりするリスクも考慮する必要があります。そのためベッドのサイズを調整したり床に布団を敷いたりする工夫が求められますよ。以上でマルプーが安心して眠れる最適な環境と睡眠に必要な時間について徹底解説してきました。睡眠はマルプーの健康と幸せに直接影響を与える重要な要素です。成犬であれば1日の平均睡眠時間は約12時間、子犬や高齢犬ではそれ以上の時間が必要とされます。特に子犬は成長期にあたるため十分な睡眠時間が不可欠です。どのような環境であってもマルプーが安心して眠れる場所を提供することが最も重要です。そのためにもマルプーの生活環境や個性に合った寝る場所を選び、快適な睡眠環境を整える努力をしましょう。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。